ベビーメタルの3枚目のアルバム、メタルギャラクシーの中でね、アルカディアがね、特に好きだなって話はまあ何回かしたことあるんですけど、この前あの幕張メッセでね、あのライブ行きました。それで初めて生でアルカディアを聴けて、それからね、もうほんとさらにまた好きになってきてね、もうどこが好きなのかなっていうのをまあいろいろとね、喋っていこうかなと思います。まあ僕アルカディア初めて聴いたのはあのサードアルバム買ってからなんですけど、それまでのライブでは聴けたことなかったので、初めて聴いたのがそのアルバム買ってからなんですけど、その時はね、まあダンスは知らないんでもう曲だけなんですけど、やっぱりなんかその僕ロードオブレジスタンスも好きなんで、それっぽさをね感じたんですよね。まあかといって二番煎じでもない、なんだろう、ロードオブレジスタンスにはない、なんだろう、ちょっとなんか前向きなんだけどちょっと切なさみたいな、そういうものもちょっと感じられて、哀愁みたいなのも感じられた感じなんですよね。感じられた感じってなんか言葉おかしいかもしれないけど、ね、あの A メロ B メロとね、勇ましいメロディーからサビでね転調して、サビで急に壮大になって転調して、スーちゃんの伸びた声が聞けるっていう、その構成みたいな生、まさしくロードオブレジスタンスだなと思ったんですけど、でもなんかなんだけどちょっとなんか違う雰囲気があるなとは思ってたんですよ。で早くダンス見たいなって思って、あのワウワでね放送された、2本の、ライブ、横アリのやつとフォーラムのやつを見てね、またこのダンスがさらにね、このアルカディアの曲の魅力を増やしてるな、倍増させてるなっていう風に思ったんですよ。まずね、前奏のね、あのギターソロ入ってからの3人のダンス、あの大きな振りがね、あの背景のさ、銀河の感じをイメージしてるスクリーンの背景、あれと相まってね、本当になんか宇宙を3人の天使が舞ってるみたいに見えて、なんかもう本当ね、本当壮大に、もう本当にダイナミックに感じて、この曲の魅力をさらに倍増させてるなって思ったし、あと何よりもね、あの For your dream, for your face, for your life の時の、あのモアちゃんの手を伸ばしてるあの振りの時の顔ですか、あの表情がね、もうたまんないんですよね、本当に。あのモアちゃんの表情がたまんなくて、あのワウワウでやってたフォーラムの時はその時のモアちゃんの顔映ってないんですけど、あの YouTube でね、現地に行った方が挙げたファンカムでは、そのスクリーンいっぱいにその時のモアちゃんの表情が映ってるんですけど、あそこがマジでたまんないですよ。最後のサビ、2番の最後のサビのところのモアちゃんの顔がマジでたまんなくて、あの表情が、なんだろう、満面の笑顔なんです、満面の笑み、笑顔なんですけど、ただ楽しい笑顔じゃないんですよね。なんだろう、なんかその切なさっていうか、儚さっていうか、なんか儚い感じ、なんかそんな感じがしてね、あの笑顔がね、もう本当にたまんないんだよね。なんか笑ってるのに切ない、ちょっと悲しげなのも、なんかそういう憂いみたいなのを秘めてて、なんかこういうのをひっくるめて、なんかエモいっていうんですかねなんかあんまエモいとかそういう一言で片付けたくはないんですけど、なんかほんとこういうのをエモいっていうのかなっていうふうに思いました。あとはその次のね、動き始めたになる時のワウワウのフォーラムでは鞘師さんなんですけど、鞘師さんのその大きく振りかぶった振り、あれがね本当にダイナミックな、あの鞘師さんの振りが僕めちゃくちゃ好きで、なんか本当にもう大きい、めちゃくちゃ大きい大鳥の翼が見えるんですよね。もうなんだろう、そのサビのダンス一つ一つ切り取っただけでもめちゃくちゃいいところが詰まってて、もう本当なんだろう、もう魅力が渋滞してるんですよ、本当に。で、そう、そのね、最初聞いた時に思った、この壮大なメロディー、スーちゃんのまっすぐな声に負けないような、さらにまたその曲を、壮大なメロディーを超えてくるダンス、もう完璧ですよね。もう本当にね、何回聴いても飽きない、何回見ても飽きないしね、いろんな人の撮ったファンカムとかいろんな角度から見てもまた違った良さみたいな魅力も感じられてね。そうなんだよな、そのスーちゃんのね、鋭いまっすぐな目で歌ってるんですよ。で、スーちゃんってやっぱビブラートかけないじゃないですか、伸びる音を歌うとき普通ビブラートかけるじゃないですか。でもなんかビブラートかけないでほんとまっすぐ歌うじゃないですか。またそれがまたね、刺さるんでしょうね。それがまた聴いてて刺さるんでしょうね。で、そのまっすぐな目とモアちゃんの儚い笑顔、
もうね、たまんないよね、本当に。最高だよ、本当に。うん、そのコントラスト、対比もいいのかなっていうふうに思いました。うん。で、やっぱなんだろう、ロード・オブ・レジスタンスとの違いなんだけどね、やっぱりそのなんだろう、ライブで聴いてても、ロード・オブ・レジスタンスはもう本当に盛り上がるし、もう最高の曲なんですけど、なんだろう、アルカディアはね、なんか、なんだろう、激しい曲なんだけど、なんか、うおーって感じで、なんか、はしゃぐぜみたいな感じじゃないんだよな。そういう感じじゃない。なんか、バラードを聴いてるときみたいになんか、しんみりとじっくり聴きたくなるんですよね。うん。そうだね。なんか、今まで、その、ね、僕2015年からベビーメタル好きなんですけど、そのゆいちゃんがいたときから、聞いたり見たりしてるとさ、ゆうちゃんいなくなってさ、なんかダークサイドとかなって、なんか辛い時期あったじゃないですか。だいぶ辛い時期あったじゃないですか。そこをね、乗り越えてのこのアルカディアを聞くとね、やっぱそのなんだろう、あんまね、こういった曲を聞くときにあんま歌詞の意味とかあんま考えないんですけど、やっぱね、どうしてもそういったものとなんか関連付けたくなっちゃうんですよね。まあ本当のところは知らないですけど、やっぱ関連付けたくなっちゃって、その悲しみとかもう絶望とかなんかどん底の中にある、そういう中での前向きさですか。うん、なんかもうイケイケとはまたちょっと違う、そういう前向きさみたいなのと、あのスーちゃんのもうビブラートを使わないまっすぐな伸びた声と、あのモアちゃんの笑顔と、うん、アベンジャーズのね、あの、まあ、サエスさんと、カノちゃんのしか僕わかんないんですけど、あれ、モモコちゃんやってないっけ、アルカディア。ちょっと、そこら辺ちょっとすみません、わかんないですけど、多分やってなかったと思うな。やってたらすみません。まあ、カノちゃんののね、ほんと、それもなんだろうな、本当にもうね、あの振りも誤って横、なんかね、もうほんと天使が飛んでるみたいな感じなんですけど、サエスさんのはなんだろうな、ほんと雄大な感じがして、うん、僕あのダンスとか全然明るくないんですけど、やっぱ人によって全然違うんだなってのは、このね、素人のね、僕の目にもよくわかる。うん、そうだな。まあ、この曲に関してはなんだろう、そういったダイナミックな感じもあるから、サイさんの方が僕は好みかなっていうふうに思いましたね。そことね、あの、うん、そういう中でのモアちゃんの For Your Dream の時のあの表情、もうね、なんだろうな、この曲に関して言えば、モアちゃんがめっちゃ笑うほど、笑えば笑うほど、なんか、うん、なんかね、ほんと切ない、なんかもう、これがエモいって言うんだなっていうのをね、思いましたね。ほんと、あのモアちゃんの笑顔一つからね、いろんなことをね、もう思うよね。ほんと、いろんな感情をね、感じてね、ほんとにもう、金銭に刺さるものがあって、うん、そうですね。だからまあ幕張で聞いた時はさ、あの本当豆粒ぐらいにしか見えないから、そこのおばあちゃんの表情とかもよく分かんなかったから、まあ早くね映像見たいなと思ってるんですけど、まあこの生で聞いた時もね、あのそのスーちゃんのね、まっすぐな声がね、もう本当しっかりとね聞くことができてね、本当良かったですね。うん、でね、なんか僕メタルあんま詳しくないくて、僕はあのメタルとか全然本当知らないですけど、なんかね、このアルカディアって曲は僕いろいろとね、なんか調べたんですけど、アルカディアって曲はなんかメロディックスピードメタルっていうジャンルに入るらしくて、なんか結構割と聞きやすくてさ、なんかメタルの初心者向けっていうか、あんまその激しい音楽無理みたいな人でもちょっと馴染みやすい、なんだろう、結構そのバックのねリズムがなんかドカ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 、ドラムがドカ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 来て、ギターはピロ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 来て、なんか X ジャパンの感じですかね。まあ、X ジャパン程度なら僕も少しはわかるんですけど、うん。だから、なんか結構馴染みやすいのかなっていう気がしました。あんまメタルに明るくない僕にも馴染みやすいのかなって思ってね。で、結構このメロスピっていうジャンルの曲、ベビーメタル結構いくつかあって、例えば、暁とかアモーレとか、ロード・オブ・レジスタンスとか、あと、いじめダメ絶対もこのメロスピに入るらしいんですけど、あ、確かに僕の好きな感じのサウンドだなっていう風に思って、うん、本当そう思いました。だから、なんだろうな、結構こういった曲好きな傾向にあるのかなって思って、結構ね、メロディックスピードメタルの他のベビーメタ以外のメタルの曲も漁ってみようかなって思ったんですけど、そうでね、あのメロスピって、なんだろう、結構アニメソングっぽいんですよ。てか逆だな、アニメソングがメロスピっぽいっていう方が、的確なんですけど、そういう風になんか書かれててさ、メロスピについて調べたら、でそれで僕ピンときたのがさ、初めてね
5年前に初めて僕がベビーメタルを聴いた時に、借りたね、伝えてレンタルした CD にレンタル限定 DVD みたいなのがあって、あの DVD, のな DVD の今まで発売されてるベビーメタルのやつからダイジェストで5、6曲ぐらい入ったやつ、なんかお試し版みたいな DVD がついてきてたんですけど、それでね、僕暁聞いた時になんかこれってなんかメタルってよりかはなんかアニソンっぽくねって僕思ったんですね。アニメソングっぽくないって思って、なんかこれを背景になんかアニメ映像を流れてなんか次回とかなんか書いてそうみたいに思ったのを思い出して、僕それ以来そういう風に思ったことなかったんですけど、最初聞いた時にそれ聞いたのを思い出して、それでなんかピーンと繋がりましたね。あ、なるほどな、だからアニメソングっぽいなと思ったんだ暁って思いました。うん、で本当なんか気持ちいいんだよね、やっぱ聞いててなんか馴染みやすいし、だから最初の取っかかりにしてはこのメロディックスピードメタルってジャンルはメタルではいいと思ったね。うん、でなんか結構臭いメロディーとかなんかダサいって言ってる人もいるらしいんですけど、まあそれも分からなくもないかな、なんか無駄に壮大だったりするからね、これをなんか中途半端な感じで歌ったら確かになんか歌いたもんじゃないなみたいなのは思うんですけど、うん、あとそうだね、そうアモーレのところもさ、結構アウトローのダンスとかさ、結構その激しい感じの歌ってないところのダンスとか、あそこも結構好きだったし、なんかそういった共通点もあるなっていうふうに思いました。でなんかそういくつか聞いてみたんですよ、メロディックスピードメタルの他の曲。なんかガルネリウスっていうバンドので一番有名らしい曲が、僕ちょっと本当全然知らないんで、なんかもしファンの人いたらすいません、なんかいろいろ教えてください。ガルネリウスって人たちのディスティニーって曲聞いたんですけど、あもう本当まさにこれじゃんって思ってね、僕ベビーメタルでしかメロディックスピードメタルあんま知らなかったから、あ確かにそのドカ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 ってドラムの感じにギターのピロ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 とか、あとシンセサイザーみたいな音もあって、すごい伸びた高音の、うん、でなんかまたちょっと泣ける旋律みたいなの、ああ確かにこういうの好きだな、聞きやすいな、確かに聞きやすいし初心者向けなんかなっていう風に思って、あとロードオブレジスタンスの元ネタのあのドラゴンフォースの人たちの曲も聞いたんだけど、ああ確かにこういったのだったらちょっと僕結構好きだなって思ったんで、これからちょっといろいろ聞いてみようかなっていうふうに思いました。うん、そうだね、くれないとかもこれに入るのかな、 XJAPAN のくれないとかも、うん、そんな感じですね。はい、というわけで、まあアルカディアの、ね、好きなところとか、まあメロディックスピードメタルってジャンルを知ったよっていうこととかね、まあそういった話をしました。というわけで、なんかいろいろとなんかね、他のこういったメタル詳しい人なんかこういったのもおすすめですよとかあったら、なんか教えてくれたらいろいろと聞きたいと思うので、はい、よろしくお願いします。ではまた。See you.